デリフト帳簿は、オランダの画家ヨハネス・フェルメールが1660年から1661年の間に描いた絵画。デリフトの帳簿などの日本語表記もある。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、デンハーグのマウリッツ・ハイソ美術館が所蔵している。フェルメール作品は、室内画が中心であり、風景画は本作品と、工事の2点のみとなる。フェルメールは、 自身が暮らしたデルフトを題材とするにあたり、個人的な体験と結びつけ、生涯に関わる建築物を一望するように描いた。建物の配置や寸法、水面に映る姿などは、現実と異なる調整がされている。本作品は、19世紀にフェルメールが再評価されるきっかけとなり、ゴッホをはじめとする芸術家の賞賛を受けた。作家のマルセル・プルースとは、 自作の重要な場面で本作品を用いている。制作時期については、所蔵館のマウリッツ・ハイス美術館は1660年から1661年、アーサー・ケイ・ウィー・ロックは1660年から1661年、アルバート・ブランケルトは1661年、小林・ヨリ子は1659年から1660年としている。フェルメールの研究サイトである。 エッセンシャルフェルメールでは1660年から1663年の間としている。工事や二人の紳士と女と前後する時期にあたる。2019年のデルフト。フェルメールがデリフト眺望を描いたとされる地点の近くで撮影。同じ教会の戦闘が見える。オランダの都市デリフトには17世紀に多くの画家が訪れ、デリフト派とも呼ばれている。 特に1640年代から1650年代のピーテル・デ・ホーホ、パウル・スポッテル、カレル・ファブリティウス、ヤン・ステーン、フェルメールらはデルフト派に含まれる。しかしデルフトで芸術が盛んになった頃には政治的、経済的な繁栄は過ぎつつあった。デルフト社会は保守的になり、少数の一族による支配、地元の産業の衰退が起きていた。 そのためアムステルダムが成長すると多くの画家はアムステルダムに移って行き他方でデリフト出身でもあるフェルメールはとどまって創作を続けた二ン領の船であるバス船本作でも描かれている14世紀から19世紀にかけては地球規模で小氷期の時期にあり寒波や薬病などの災害が起き生物の生息域にも変化が起きたノルウェー沖の二神は 15世紀の第2四半期には北海へと南下するようになった。そのために、ニシン漁による利益はバルト海で漁をしていたハンザから北海で漁をするオランダへと移っていった。オランダは北海で取ったニシンを塩漬けにして輸出し、オランダのニシン漁は大量業とも呼ばれる国家的事業になった。漁業の利益は 造船や貿易への投資を可能とし、気候変動は災害をもたらすとともに、オランダ繁栄の一員にもなった。ヘンドリック・フローム、西から眺めたデリフト・オランダでは、図版付きの都市紙や地図を出版し、地図制作の技術が発達した。裕福な市民は、自分たちの街を記録した絵画を依頼し、肖像画のように飾った。こうした状況が、 オランダの都市景観画の成立につながったという説がある。都市景観画の元になったとされる都市図はハルトマンシェーデルの世界年代記、ゼバスティアン・ミュンスターのコスモグラフィア、ゲオルク・ブラウンとフランス・ホーヘンベルクの世界都市図帳などに掲載されている。それらの都市図は俯瞰的視点で都市を描いており、デリフト眺望も同様の構図になっている。 名所や人々の暮らしを詳しく描いたクラース、ヤンス・ゾーン・フィッセル、商業都市アムステルダムの横顔のような都市もあった。エルベルト・ファン、デルプル、1654年のデルフトの火薬庫爆発、都市景観画は風景画がカテゴリーとして成立した後に描かれるようになった。デルフトを描いた最初期の景観画には、ヘンドリック・フロームの西から眺めたデルフト、 北から眺めたデルフトがある。また、ファブリジウスの楽器ショーのいるデルフトの眺望やファンホイ編の北から眺めたデルフトもある。都市景観画は重大事件の記録としても描かれた。1652年にアムステルダム市庁舎が消失した時は、ルンデルスとベールストラーテンが火災と廃墟を描いた。1654年にデルフトの火薬庫が爆発した際には、 ダニエル・フォスマールとエフベルト・ファン、デルプルが描いた。これらは現在の報道写真のように重大事件と都市の名を記録する役割を果たした。フェルメールの作品は日常を描いた初期の都市景観画の一つにあたる。ヨーアンブラウ製作のデルフト地図。デルフト眺望の視点は右下の三角形の水域からと推測される。フェルメールは建築物を現実と異なる配置にした。 南から見たデリフトの街を描いたもので、コルクと呼ばれる三角形の水域から描かれている。この水域に面した港はスヒーダム港と呼ばれ、1614年の工事で作られた。画中で右端にある二つの塔を備えているのがロッテルダム門。中央の時計台があるのがスヒーダム門である。1834年から1836年にかけて、 城門と城壁が取り壊され、新教会の戦闘は1872年に消失し、ネオゴシックの塔が建てられた。旧教会の戦闘は傾斜しつつ減損している。視点が高いため、スヒー運河の対岸にある、ホーイカーデフ島の付近にあった建物の2階から描いたと推測されている。フェルメールが制作にカメラオブスクラを用いたという説があり、デリフトの眺望では、 のの光の点描がそれにただし、カメラオブスクーラは大きな光源を必要とするため、このような効果は見えなかったとも言われる。画面は水平に大きく4つに分かれている。空、街、水面、手前の岸辺である。フェルメールは、視線が水平方向へ移動しやすくなるように、建築物を現実と異なる配置にした。 水面を広く見せるために、ロッテルダム門は前方に張り出すのではなく右方向に引き伸ばされた。これによって騎士がより水平になっている。建物の高低差も実際より抑えられており、体上の景色を形作っている。フェルメールは、位置を現実の建物から変えた他に、寸法も変えている。デリフトで最大のモニュメントでもある、旧教会はほとんど隠れており、左に、 ゴシック様式の先頭がわずかに確認できる。旧教会の先頭の右に見えるのはオウム醸造所と呼ばれるビール醸造所の塔である。白い新教会の塔は低く、そして広めに描かれており、これは前景からの距離と水平な構図を強調する目的があったとされる。水平性を強調するために色彩も工夫されている。前景から中景に暗い色調。 光景に明るい色調を置いている。前景の船は壁や水面と同じ系統の色彩で目立たず、屋根の赤、黒や壁の茶色は明るい空に浮かび上がっている。早朝の空であり、白をベースとした明るい灰色と青は地上に近い部分は塩白と鉛筆付きで明るくなっている。豚の毛が残っている点から平筆で描かれたことがわかる。フェルメールの雲の表現は、 風景画家のヤーコプ・ファンドイスダールの技法に似ている。ロッテルダム門。右には、二芯量のバス船が二席、左には、旅客用の橋家が四層経流されている複数の絵の具で層を重ねた表現が、建築物において、顕著に見られる。屋根や壁では、暗めの色彩を下にして、明るめの色彩を天井に重ねてある。風雨にさらされたレンガやスレートの質感を、 表現するために、天井のタッチの大きさや、色調の変化、塩泊や砂の混入、滲みなどの工夫がされている。また、屋根の胸に白い輪郭線が、わずかにあることで水平性を強調している。こうして建築物によって異なる質感が現れており、左の赤い屋根瓦はザラついた材質に見え、中央奥の屋根は、波型のタイルを思わせる。門が二つ描かれており、 右端にあるのが、ロッテルダム門だった。中世に建造された門で、二つの塔と防衛用の銃眼を備えており、屋根付きの橋が堀を覆っていた。フェルメールは、門の角度を実際よりも平らにしている。X 線写真と赤外線反射系の検査によれば、当初は二つの塔は陽光を浴びて、明るく描かれていたが、より暗い色調に変更された。白い塔は、 デリフトの新教会。木々の左に見えるのが、運河沿いの家へ。水門がある橋の向こうで、アウデデリフト運河とニーベデリフト運河に分かれている。中央からやや右寄りにある白い塔は、デリフト新教会である。フェルメールが住んでいたマリアティンスの家は、新教会の先頭の右にあるが、この絵では、隠れており見えない。新教会の塔の上部にはカリオンがなく、素通しになっている。 記録によれば、新教会にカリオンを取り付ける作業には1660年9月から2年間をかけたとされる。他の画家の作品では、ホスマールの1654年の火薬庫、爆発直後のデルフトの塔も同じく素同士になっている。その後、1663年のホスマール作、空想の回廊から眺めたデルフトになると、塔にはカリオンが取り付けられている。 これらを根拠にすると、フェルメールが本作品を描いたのは1660年の9月以前ということになる。太陽に照らされた部分を強調するために、鉛鈴木色が使われている。新教会の塔とスヒダム門の間に見える霧妻屋根はデヘール運河沿いの家々とされる。1980年代の調査によって、この家々の間隔は4メートルであり、調査当時と、 同じだったという。現在は取り壊されて残っていない。フェルメールが生まれ育った、マルクト広場も、この方向にあった。時計台のある、スヒーダム門その左の階段上の破風がある赤い屋根は、ブッキコ中央の時計のある建物が、スヒーダム門である。時計の時刻は7時10分頃であるとわかる。門は、都市を防衛する役割があるとともに、 デルフト市が物品税を徴収する場所でもあった。醸造所の塔の隣に並んでいる屋根はデリフトの西にかけて広がるオランダ東インド会社の倉庫である。この区画には東インド会社のデルフト会議所もあった。17世紀のオランダの人々にとって東インド会社は利益の源泉であり、デリフトの多くの市民にとっても同様だった。 右端のロッテルダム門の近くに繋がれている2隻の船は二芯漁の漁船であり、バス船と呼ばれる。バス船は安定性が高く3本マストで、積載量は80トンから100トンあり、取った二芯をすぐに船上で塩漬け加工できる列機を備えていた。本作では前方と後方のマストが見えなかったり斜めになっている点から回収中であるとわかる。二芯漁のシーズンは、 政府の法律で6月1日から12月末までと定められており、船が回収中である点や木々が緑色であると点を考慮すると時期は5月前半とも推測できる。ただし、実際の二芯漁の時期は年代や二芯の動向によって変化しており、通常の開始日を7月1日とする説や、聖ヨハネの祝日にあたる6月24日とする説もある。 二清漁船の拡大部分。船べりには、水面から照り返した光が実際よりも強く表現、されている、静かな水面は、早朝を示しており、さざ波が重ね塗りによって繊細に描かれている。水面に映る建物はぼやけている部分があるが、当初はよりくっきりと描かれていた。水面に映る建物は、実際よりも大きく描かれており、 120メートルから130メートルはある対岸まで伸びている。これは縦方向の描写を加えることで水平性を緩和する目的があったと推測される。二神漁船の船べりには水面の光が照り返したような反転が描かれているが、実際には木材線にはこのような強い光は見られない。細部に正気を与えるための表現である。 この照り返しのような反転は自然光が当たった部分をカメラオブスクラで見た時に生じる桜園に似ている。フェルメールは点鉄砲を使って光を粒のように表現しており、本作品の制作にカメラオブスクラが使われたという説の根拠となっている。旅客用の橋気と乗客たち。水面に映る建物は実際よりも縦に引き伸ばされており、 対岸まで届いている。左手の埠頭には旅客用の橋家が停泊している。この橋家はデルフトとハーグやライデンなど南部の都市を結ぶ交通手段として定期的に航行していた。オランダの平地を区切る運河は交通手段としても重要で、デルフトにはライン側に繋がるスヒー運河が通っていた。道路はぬかるむことが多く、 馬車よりも船の方が快適で信頼性が高かった。デリフトでは行政面の首都であるハーグを結ぶ航路が2時間ごとに運航されて片道1時間から1時間30分をかけた。手前にある橋家は1655年に就航したロッテルダムへの路線とされる。橋家のそばに立つ人々は先客で服装から社会的地位が読み取れる。 三人で話している男女は流行の服装である点からおそらく社会的地位が高く一等選客と思われる。当時の橋家の定員は一等選客が8人、二等選客が25人だった。橋家から離れて立ち話をしている女性二人の右には当初は帽子をかぶった男性がいたが完成版では省かれた。後年のフェルメール作品絵画芸術に描かれた地図は 両端に多数の都市景観図がついており、当時の人々の関心の高さがわかる。デリフト眺望は重要な建築物を目立たせるというオランダの風景画の提携からは外れている。フェルメールはデリフトを正確に描写したパノラマを提供するよりも個人的な体験と街を結びつけて描いた。フェルメールは自身の生涯に関わる建築物を一望できるように描いている。 新教会はフェルメールが洗礼を受けた場所であり、新教会の塔の下にあるであろう。マルクト広場は家族と暮らし創作を行った区画である。スヒーダ向こうはロッテルダムやハーグへ外出する時に使った場所にあたる。そして生涯を終えた後には旧教会に埋葬されることになる。フェルメールの全作品の中で絵画芸術と並んでサイズが大きく、 制作に時間をかけたと推測される。室内画家だったフェルメールが都市警官画である本作品を描いた理由は分かっておらず、彼のパトロンだったデリフトのピーテルファンライフェンが依頼した可能性もある。制作の動機については次のようにいくつかの仮説がある。 1654年の火薬庫の爆発と1660年の火事の後、健在だったスヒダム港周辺の景色に関心が集まっていたために描かれた。1660年代にはデリフトや知史についての関心が高まっていたために描かれた。家中で新教会が目立っている点からオラニエ家が関わっていた、などである。デリフト長房はフランスの美術評論家とれ、 ビュルガーの論文により有名となった。トレビュルガーは、テオフィルトレという人物の筆名であり、フェルメール作品の再評価や、再発見者として知られている。トレビュルガーのフェルメール論は、美術史、ガゼットでボザールに発表した、デリフトのファンデルメールという論文で有名になったが、その内容は、デリフト帳簿の紹介から始まっている。トレビュルガーは、当初は、デリフト帳簿について、 好印象を持っていなかった。オランダの美術館では本作品について本物のコテとモルタルで仕上げた画面であり、あまりに極端であり、レンブラントはこのような過剰に陥らなかったと書いた。しかし1866年の論文、デリフトのファンデルメールでは、1842年に本作品を見た際に、レンブラントのチュルプ博士の解剖学講義と、 同じほどに驚いたと称賛をした。トレビュルガーの意見が変わった原因としては、他のフェルメール作品を見たことが影響したという説や、印象派の画家たちの作品を見たことが影響したという説がある。作家のマルセル・プルーストは、フェルメールの作品を高く評価した。プルーストは1902年に友人とベルギー・オランダ旅行に出かけた際、10月18日にデンハーグで、 デリフト帳簿を干渉した。この時の体験を後に、世界で最も素晴らしい絵を見たと書いている。プルーストは小説、失われた時を求めてにおいて、フェルメール作品を登場させた。第1編、スワン家の方へでの登場人物のスワンによる作品紹介。第3編、ゲルマントの方の主人公、私とゲルマント公爵夫妻の会話。そして第5編、囚われの女である。 特に第5編では小説家のベルゴットがデリフト長房の家並みに黄色い小さな壁面を見出し自分の小説もこんな風に書くべきだったと呟いてから倒れて死亡するという場面がある。プルースとは芸術家の肉体が死んでもその最良の部分は作品の中で生き続けることを表現しようとしたとされる。第1編が導入部第5編が 結論部としても読める構成にもなっている。ベルゴットが倒れる場面は、プルースト自身の1921年のフェルメール鑑賞の体験を元にしていると言われる。同年はオランダ破壊画展が開催されており、フェルメールの作品は、デルフト長房、真珠の耳飾りの少女、牛乳を注ぐ女が展示された。当時のプルーストは病にかかっていたが、友人のジャンルイボードは映画、 オピニオン誌に掲載した謎のフェルメールを読んで鑑賞に行くことを決める。プルーストはボードは家に同行を頼み、5月下旬に出かけた。会場のチュイルリー公園に立つプルーストの姿が生前最後の写真として残っている。フェルメールの没後、デリフト長簿はパトロンだったファン来編が1681年まで所有していたとされ、1682年から、 デリフトの出版業者のヤーコップ・ディシウスが所有していた。1696年5月16日にアムステルダムでフェルメール作品が競売にかけられた際に本作品も含まれており、最高金の200ギルダーを付けた。その後、本作品は長らく個人コレクターの所蔵となる。1805年時点ではハールレムのウィレム・フィリップス・コップスが所有し、 1805年から1820年には、ブルーメンダールのコルネリアコップスでイコールウォルフ。1820年から1822年には、ハールレムの AJ、テーディンク・ファン・ベルクハウトコップスが所有した。そして1822年に、アムステルダムで競売にかけられた。現在の所蔵館である、マウリッツハウス美術館の館長は当初は関心を示さず、他方で、 アムステルダム国立美術館の館長は、所蔵を希望した。アムステルダム国立美術館は政府に働きかけ、政府が本作品を二千九百ギルダーで落札したが、国王のウィレム一世は、ハーグへの遺憾を命じ、結果的に、マウリッツハウス美術館の所蔵となった。マウリッツハウス美術館館長は、デリフト帳簿の購入直後に、東コレクションにさほどふさわしいとは思えないという言葉を、 残したが、前日のトレビュー側による評価の影響もあって人気作品となった。ありがとうございます。